はい、坂本です。今回は変形性股関節症はこれを知らないと 99% 人工股関節っていうことについてお伝えしていきます。まあ 99% って言いましたけれども、もう100って言ってもいいですね。僕の中ではもう100です。このように絶対はないっていう意味で99って言ってますけれども、人工股関節が嫌ならこれから言うことは絶対知っておかなければいけないっていうことなんですが、何を知っておいてほしいのかっていうと、まずこの世の中にある変形性股関節症ですね、手術以外でどうにかしていくってなった時に方法ですね、パッと思いつく限りどういった方法を思いつくかっていうと、いわゆる常識的な考え方で言うと安静にする、で湿布、痛み止め、で筋肉をつけていく、まあこれですね。だいたいこの4つで経過を見ていって、痛み消えたらラッキーみたいなところだと思います。でどうしようもなくなったら最終的に手術しましょうっていうところですね。まあこの日本にいるほとんどの人がこのルーティンでどうにかして手術を避けようとしているわけなんですが、まずねこの方法で手術避けることってできるわけないんですよね。なんでかっていうとですね、今言った方法っていうのはいわゆる常識的な考え方なんですけど、じゃあ常識って何かっていうと、これって西洋医学の常識なんですね。でその西洋医学の常識の中ではですよ、変形性股関節症を治すには手術なんですよ。手術をすることで変形性股関節症は治るっていう考え方なんですね。つまりこんな安静とか湿布とか筋トレとかいくらやったって変形性股関節症治るなんて思ってないんですよ。で実際治んないんですよ。これ何のためにやってるのかっていうと、手術ありますけれども、これをいきなりやるまでのこの期間ですね、もしこれらのことをやって痛み消えたらラッキーぐらいの考えなんですね。別にこれで絶対治そうとかって思ってるわけじゃないんですよ。でこの安静にしたり湿布したり薬飲んだりこの筋トレしたりなんですけれども、これやって良くならないって人いっぱいいると思いますけど、やって良くならないだけならまだ構わないんですよ。マイナスがなければね、これ全部マイナスがあるから困るんですね。でこの湿布や痛み止め、安静、筋トレの中で、まあ、湿布痛み止めっていうのは薬飲んだり湿布貼ることの副作用っていうのがあるっていうだけで、別にこれやるからって変形性股関節症に直接どうこうっていうことはまあないんですけれども、この残りの2つ、安静にすると筋トレっていうのは変形性股関節症を進行させたり痛みを強くしてしまう可能性っていうのがすごく高いんですよ。なのでこの2つっていうのは絶対にやめなければいけないっていうことです。まず変形性股関節症なんですけど、そもそも変形性股関節症ってここの関節の隙間が狭くなっていく病気じゃないですか。ここの関節の隙間が狭くなっていくっていうことは、何かしら絶対にこの関節に対して上から下にかかる圧力、下から上にかかる圧力があるからここに力が加わって狭くなっていくわけなんですね。これ以外の狭くなり方ってないんですよ。まあ事故とかそんなんなら別かもしれないですけど、普通に生活しててそれ以外にここが勝手に狭まっていくってことはないんですね。ってなった時に考えてほしいんですけれども、例えば今日からですね、片足出しでずっと過ごしてくださいってなった時に、今まで両足で体重を支えてたけれども、こうやって片足でしか支えなくなったとしたら、ここにかかってくる圧力ってどうなるか分かりますか？前と同じだと思いますか？それとも前よりこの上と下の圧力っていうのは強くなると思いますか？強くなるんですよね。強くなるっていうことは、ここが両足で立っている時に比べて片足で立っている時の方が狭まりやすいっていうことなんですよ。いいより多分片足でずっと立ってたら誰でも狭まっていきます。これは何が言いたいのかっていうと、変形性股関節症っていうのは片方の足に異常に力をかけている人がなるんですよ。なので片方痛くなった人っていうのはどういう行動に出るかっていうと、こっちの方の足に体重をこう移していきますよね。さっきの片足立ちとまではいかないですけれども、5対5の力をかけてたとしても7、3とか8、2になっていくわけですよ。ってなると、こっち痛い、こっち痛くない、でこっちにかけるを繰り返すとどうなるかっていうと、今度こっちも変形していくわけですよ。でこっちにも痛みが出てくるってなると、よく両方ですね、変形性股関節症っていう診断を受ける人多いじゃないですか。そういう人って絶対にそういう動きになってますから、そのなる前に。でもですね、一番最初ってどっちも別に痛くないわけじゃないですか。なのにある日突然、あれ違和感とか痛みが出てきて治らない、でレントゲンとか MRI 取ったら変形性股関節症でしたって言われるわけですよね。そこって別に自分の中でこんな片足立ちになっているようなイメージってないと思うんですけれども、それが結構罠で、人って若い頃からずっと姿勢が悪いまま過ごしていると、その悪い姿勢が自分の中で正しい姿勢になってしまうので、悪い姿勢でいるっていう自覚がないんですね。つまり立っている時にこうやって立つ人とこうやって立つ人とこうやって立つ人では違うわけなんですよ。で若い頃からですね、もうこうやって立つのが当たり前になってる人は、自分がこうやって立ってる時にこういう立ち方になってるなんてあんまり意識もしないですし、自分の中で自覚がないですから、これを何年も何十年もやっていくと、やっぱり片方に圧っていうのはかかっていくんですね。でこういうのって
立ってる時こうなってる人っていうのは歩く時もだいたいこっちにこう揺れるように歩く傾向が多いですし、座っててもこっちに上半身がこう傾いてることって多いです。つまり立ってる時も歩いてる時も座っている時も全部こっち側もしくはこっち側に圧をかけ続けるわけなんですよ。こういった負担って一日一日っていうのは本当知れたもんなんですよ。でも日常生活って毎日あるんで、ずっとその毎日ずっと姿勢が悪いのを何年も何十年も積み重ねていると、その負担っていうのはやっぱりでかくなってくるんですね。でその積もり積もったダメージっていうのが表に出てきやすいのが40代や50代や60代前後っていうことなんですね。そしてそういうふうに自分で気づかないうちに、知らない間にこういうふうに負担をかけ続けて何十年も経って、ある日痛くなる変形性股関節症ですよって診断される、こうなったら次に取る行動って何かっていうと、痛みをかばおうとします。かばうっていうのはさっき言ったようにこっちに体重かけたくないからこっちにこう逃がすっていうのもかばうですけれども、とはいえ片足で生活するっていうのは人間不可能なんですよ。こっちがむちゃくちゃ痛いからって言ってもこっち全く使わずにこっちに全部体重を預けて生活するっていうのは不可能なんですね。歩くとか特にってなった時にどうやって歩くかっていうと、こっちに体重をかけるけどこっちはこういうふうに力を入れるわけなんですよ。すごいで、今ちょっと健康な方の足とかでやってみてほしいんですけど、思いっきり力を入れてこうやってこういう風な歩き方してほしいんですよ。この沈み込んだ時にかかってくる圧力っていうのを自分で実際感じてください。むちゃくちゃ強い圧一回一回かかるんですよ。力を入れてグッて沈み込むと、これをやると思いっきりここに圧を自分で毎回毎回今まで以上にかけていくようになるので、一気に変形っていうのは進行していきます。で、ここで筋トレなんですけれども、さっき言った動き方ね、こういうような歩き方する人多くなってくるんですけど、この動き方って沈んでまた伸びて沈んでまた伸びてって繰り返してるじゃないですか。これって結構足悪い人がよくやるスクワットの動きに近いんですよね。つまりもともと姿勢とか体の使い方が悪くてそこに負担をかけていた、でさらにそこから痛みが出てもっと負担をかけるようになった人がですよ、それを治すためにさらに負担をそこにかけていくトレーニングを追加するっていうのは自殺行為でしかないんですよ。っていうと、筋トレしないと歩けなくなっちゃうじゃないですか、筋力不足でとかって言うんですけれども、まあ、確かにそれはリスクの一つとしてありますが、そもそも筋トレして歩けなくなる前にそのまま筋トレとか続けてほったらかしてたら痛くてその前に歩けなくなっちゃうんで、こういったケースはまず筋肉のことは置いておいて、まずですね、先にどこをどうにかしなければいけないんですよ。この場合やらないといけないことっていうのは負荷がかかって痛くなってるわけですから、そこにさらに負荷をかける筋トレじゃなくて、ここの負荷を抜いていくようなことをしなければいけないわけなんですよ。負荷を抜くっていうのはどういうことかっていうと、こういう風な自分の姿勢ですね、体の癖っていうのを見直していくっていうことが一点と、もう一つ、もうこれがむちゃくちゃ大切、痛みをできるだけかばわないように動いていくっていうことなんですよ。姿勢が悪くなってから痛くなるまでって結構時間かかるんですね。姿勢悪い人って大体もう若い頃から姿勢ずっと悪いんで、そこからもうずっとその姿勢を続けて大体痛みが出てくるのが40代とか50代なんですよ。つまり30年40年ぐらいのタイムラグがあるんですね。ですがこのかばうなんですけれども、このかばうっていうのはかかってくる負担が体の癖とか姿勢とかでかかってくる負担の何倍も強いですから、むちゃくちゃすぐ悪化していくんですね。痛くなってから痛くなるスピードがどんどん日に日に増していってるっていう人って多いと思うんですよ。それはなんでかっていうと、痛くなる前は姿勢とかこういう体の使い方だけで負担をかけていたところにプラス日常そこにかばうが追加されるから、かかってくる負担っていうのが今までの何倍にもなってしまって、痛くなってからの進行っていうのはむっちゃ早くなるんですね。で、これをどうにかしようと思ってこの狭まったこの骨を周りの筋肉鍛えて広げるとかって無茶をやるわけですよ。でもそんなできないですから。だってここ狭めてる原因が日常の自分の体の使い方とかこうかばって力入れてることなんですから、それを筋トレで無理やり補強してとかってそもそも狭まってる原因が違うんでね。だからそんなとこどんだけやったって何にも変化は起こらないんですよ。まずそれに気づいてほしいんですね。なのでやってほしいことっていうのは、痛みをかばわずに生活する、ほんの少しでもいいです。もう力を抜く抜く抜く、右足が痛いんだったら右足の股関節の力を抜く、左だったら左の股関節の力を抜く、ここだけに意識を集中させてください。確かに動かすとき痛いですけれども、ててこうやってゆっくり動かすんじゃなくて、こっちの痛くない方の足だったらこうスッと動かせるわけじゃないですか。それにこっちの動きも近づけていく、力を抜いてスピードもできるだけ同じにしていくっていうことをやらないといけないんですよ。ここから目を背けて簡単に良くなるっていうのはちょっとないと思ってください。で、変わっていて負荷をかけすぎている人っていうのは、これ圧力をかけてここが狭まっていくって
っていうのもあるんですけども、この周りの筋肉ですね、周りの筋肉もすごく硬くなってしまって、筋肉って実は縮むから骨って動くんですよ。つまり筋肉が縮むとこの関節も縮んでいくんですね。つまり安静にして一切動かさないで、動くときはかばって力入れまくってるで、筋トレしてるって、この3つですね、どこのタイミングでも筋肉をむちゃくちゃ硬くする行動ばっかりなんですよ。なので無茶して動けっていうわけじゃないですけど、日常生活ですね、むやみに安静にしない。安静っていうのは実は休んでるように見えて筋肉っていうのがすごく硬くなっていきます。じっと座ってたりとか長時間寝てたりして、起きた時体むっちゃ柔らかい人っていないと思うんです。やっぱり最初って動かしづらいじゃないですか。あれなんでかっていうと、じっと動かさないでいるから筋肉が硬くなるからなんですよ。っていう風に安静にしすぎると筋肉っていうのはどんどん硬くなっていきます。そうなるとここの動きっていうのを死ぬほど悪くしてしまいますし、筋肉が硬くなりすぎてこう縮まってくるので、骨っていうのも一緒にこう狭まってきます。なので日常生活だけは安静にしないで、かばわず動くようにしてください。でそれ以上のことはやらなくていいです。それ以上のことっていうのはウォーキングとか筋トレとかっていうことです。でこれを守った上で、痛い場所のストレッチとか、まあ、筋肉を緩めていく何かをやってもらうと、さらに痛みっていうのが早く取れるようになっていきます。痛みが前より少し楽になってくれば、その分かばわないで動くとかですね、前よりやりやすくなってくるので、そしたらまたかばわない動きを増やしていく、その間に姿勢の癖とかも見直していくっていうのをやると、変形性股関節症の痛みっていうのは改善されていきます。これ以外の方法を選択してしまうと、もう本当に諦めて一生痛みと付き合っていくか、人工関節入れるかの2択しかなくなってしまうので、そうならないためにも今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。